ばいかな。おはようございます、こんにちは、こんばんは。いつ見てるかわからないから、とりあえず挨拶全部。雨ですね。だらりんと行きますか。天気的なものもあると思うけど、今気温ちょっと下がったかもね。24度、25度ぐらいまではなってると思う。エアコンを使わなくてもいいぐらいの気温にはなってきてるはず。私は使ってるけど。
もう決まったんだよね、アメリカのね、トランプさんになったんだよね。あのガハハハって笑う人よりはまだトランプさんの方がいいのかねと思うけど、誰に変えるかね。安倍さんいなくなったの大きいね。トランプさんを手なずける人がいないさ。どうなるかね、怖いね。してるのかな。全然工場終わらんよね、このユイレール周りね。予算が下りないのか、なんかゆっくりゆっくりやることで人件費を稼いでるのか、全然進まんよね。人手不足なのかわからんね。なんだろうね。本当に強いね。夏でも枯れなくし、雨のこんな濡れてもそのまま生えてるからよっぽど強いんだろうな、これな。すごい。
怖怖そりゃピーされる怖い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 。あーこれはあそうか矢印が出るから大丈夫慌てなくて。雨降ってるからね事故も多くなるから気をつけんといけん。うお赤なのに突っ込んでくれた。ああいうやり方したら警察いるから危ねえよ。堀堀の交差点まっすぐ行くと、首里城公園とかがあるところ右に行くと那覇市立病院があるところ左側に行くと四季な方に行くところの堀堀交差点です。あんまり後ろで待ってほしくないな。この人たち渡ろうとしてるのかな、それとも関係ないのかな。あんまり後ろで待たれるとこの横断歩道のね歩行時間が長くなって行けなくなっちゃうんじゃないのかなと思ったね。ねほら長この分長くなっちゃうね。
それ思っちゃうよな。なんか一台一台交互にねやればいい。後ろわーって入ってる。効かないんじゃないかと思うぐらいのブレーキがキーしてた。仲良しパン類似品にご注意って書いてあるけど、まあ、このパン自体が何だっけ、仲良しパンと仲良しのピーナッツパンとなんかね、なんかいくつか種類あるじゃないですか。それでその末吉くんの末広くんだった、なんか色とかなんかコスチュームが違うから、それ類似品なんじゃないかと思うぐらいなんかいっぱいあるんだよね。わからない、類似品にご注意ってあるけど、類似品はあんまり見たことない。ああいうので類似品にご注意くださいって書いてあるのってなんかな、類似品にご注意って書いてあったら本物っぽく見えるかね。類似品の方が類似品にご注意って書いて書く可能性もありますよね。わかんないよね。元祖とかさ、本家とかさ、本なんかね、そんなの書いたら本物っぽくなりますよね。Zジャンボストロング棒サビ、まあ、すごいな、もうめっちゃサビないってあれなんだろうね。まだ売ってんのかな。めっちゃ気になるよね、ああいうのね。
ブルーレイじゃなくて DVD っていうところがポイントなのかな。これ右の方がいいのかな。なんか左、全部これは左に行くやつなのかな。329329329329。何語だろうね、フスモン。フスモン。フスモン。交差点まで来ました。右に行くと国場とかね、国場方面で、左に行くと早原とか、あとは南城市方面、まっすぐ行くと富城方面、那覇方面です。なんだったっけ、倉庫のやつ、あ、コスコだ。コスコはこの交差点から左側に行くやつね。ありがとうございます。あれか、日本語コストコだ。コストコ、
コンテナ販売なの？コンテナ販売か。癖切れたらまた頭痛くなる。頭痛いたりするよ。もうやめてほしい。また台風できてるっぽいよね。何号かわからないけど、アジア方面にね、沖縄に来ないでそれたんだけど、それと合わせてまた熱帯低気圧ねできてるよね。またあれその台風、うお、びっくりした、超びっくりした。今冷や水かけられたね。びっくり水だ。あれこそびっくり水じゃん。ああびっくりびっくり。マブヤマブヤ打つくよ。沖縄ではびっくりした時、魂が抜け落ちるって言われてて、その時マブヤマブ、マブヤマブヤ打つくよって言ったら、魂さんちょっとまた戻ってきてねっていう。おまじないをするっていうやつです。そうしないとまた現場まで行ってからマブイを取りに行くか、もしくはユタに頼んでトイレから、トイレの神様に頼んでから呼び戻すかしないといけないんで、大変だよね。なので沖縄でびっくりしたらマブヤマブヤウーティクーヨーと言って、この人何このここに入ってこようとしてんのかな。超この車間距離がめっちゃ気になる。なんのこの人はすごく気になるか、なんだスマホでもいじってんのかな。ちょっと怖い、やめて。怖いね。マンコ水鳥センターがこの辺は海抜7メートルって書いてあったな。ってことは津波とか来たらこの辺まで水がわーってくるね。気をつけてね。ドラクエ3のなんだっけ HD2D、 あれ発売されたのかな、それともまだなのかな、よく分かってないけど、ちょっとほとぼり冷めたら欲しいな。おい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 、信号抜け抜けと、後ろは警察だけど大丈夫だったか、捕まらないか、大丈夫か。すごいなあ、なパトカーいるのに信号無視するやつな。
イクって大変だよね。なんかね、止める場所がないからね、近くでこうやって止められそうな場所に行っとくしかないんだよね。トラックのうんちゃん大変だろうね。注意原則、この那覇大橋早くね直してほしいけど、まだまだでございますよ。沖縄ではなんだっけ、警察とかね、のこと巡査っていうね役職だよね。それ巡査がチューンドーって言った警察が来るように巡査、はい、カチャミラリンドー、巡査にカチャミラれるっていうのは逮捕されるっていうですね。カチャミラれる、捕まれることカチャミラれる、カチャミル、捕まえることをカチャ見る、だからカチャ見られる。ピョコンピョコン、歩行者も一緒なのがちょっと怖いよね。味噌汁定食、うま辛味噌汁定食、辛味噌なのかな、まあ、真っ赤だから辛そうな感じはするよね。あれかな、なんだっけ、名前忘れた、味噌ラーメンで美味しいところ、ね、58号線沿いにあるやつ、ああいう感じの辛味噌のあれかな、違うのかな。ということで大野山公園駅まで来ましたね。時間はどれぐらいかかるのかなというね、どれぐらい時間かかってるのかっていうのを含めて、本当はね、沖縄自動車道高速から行けばすぐだと思うんだけど、あえてというかね、こんな感じなんですが、プレミア12ってあれはいつやったのかね。なんか今秋季キャンプかなんかね、野球キャンプしてるじゃないですか。なんか大会があるんだろうね。あとはサッカーの11月はインドネシア戦と中国戦かがあるんだよね。インドネシアがなんかめっちゃ飛鳥選手増やしてね、オランダ2部リーグみたいなになってるけど、どんなかな、連携とか取れてるのかな、強いのかな、ほぼ帰化選手だからね。それでもあれだろうな、そんな強くないのかな、インドネシアな、中国も中国でそんな強くないしな。ちょっと前まで中国とかさ、韓国って日本チーム、日本の代表チームといい勝負してたんじゃなかった、
最近全然あれね、なんかだいぶ差がついちゃったよね。基礎を怠ったのかな。日本はね、結構基礎からちゃんと教えてたりとかするから、だからなんていうの、なんかね、ジュニアユースもユース世代とかさ、若い世代もめっちゃ活躍してね、いるし。で、ただ日本のサッカーって J リーグがそんなに流行ってないっていうね、一部の人だけが流行ってて、なんか一般国民はだいたい日本代表を見てやんややんやしてる感じだもんね。まあ私だってそうだよね、 J リーグほぼ見ないし、 J リーグは、まあ、サッカー好きだけど、まあ、ワールドカップとか、ヨーロッパのねリーグとか時々見るんだけど、あとは見るとしたらアジアチャンピオンズリーグぐらいかな、 J リーグの選手を見る機会がある、ね、そういう感じなの。あとなんだっけ、エヴァンカップだっけ、ああいうのも大きな感じになる。なんか J リーグのファンってさ、あれなんだよね、ちょっと意思統一が取れてるっていうかさ、やってるから、にわかファンにはちょっと厳しいんだよね。めっちゃ一体感を出して応援しようとするから、その分一元さんお断りみたいな雰囲気を出してるからさ、その辺がちょっと私問題だと思うんだよね。よくにわかがとか言うけどさ、そのにわかファンがいるからこそ盛り上がったりするんだってね、 J リーグとかでもね。熱狂的なファンだけではやっぱり広がりは薄いもんね。だから難しいよね。私だってね、なんかメンバーシップだけでやりたいけど、本当はそうも言ってられないからね。そんなにメンバーがいるのはありがたいけど、メンバーだけではやっぱね、まあメンバーシップ動画もそんなに頻繁には出せてないのが申し訳ないけどさ、まあ、一般動画ですら出してないからね。私の理想としてはもうメンバーシップ動画だけで楽しむっていうあるけど、なかなか難しいよね。おいいっすな、ジュンサーだよ、ジュンサー乗ってるのは一人かな。なんでやっぱ二人は乗るか。パン、塩パン、パン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 、ジュンサはあっちから行った、どっかで回るのかな、あっち来たね。パッパッパンパッパッパン、やっとちょっと雨が落ち着いたかね。いぶし銀次郎、魚屋さんかね、回転寿司みたいなお寿司屋さんなのか居酒屋なのかちょっと分かんないけど、魚介そんなにあれだからね、こういうとこよくわかんないんでね。で最近ね、時々回転寿司行くようになりました。回転寿司、なんていうの、まあ寿司好きな人には邪道かもしれないけど、ほらなんだっけ、イベリコ豚寿司みたいなね、お肉が乗った肉寿司とか、あとはスイーツとか、ラーメンとかがあるじゃないですか。そういうのだったら私も食べられるから、そんな頻繁に行くわけではないけど時々行っ
ったりしています。あとは時々あのマグロは食べます。時々マグロは食べる。そんな頻繁にではないけど、あまりね食べ過ぎると痒くなるから。並んでるのにさ、途中からガーッと入ってくる人、やっぱちょっとね、嫌よね。嫌でございますよね。その変化なのか、あのあそこにあるパラボラアンテナからで付近に集まってる電波からなのか分からんけど、頭がめっちゃ痛いな。一番南の駅かな、一番西の駅なのかな、ちょっと分かんないけどね、赤峰駅はどっちかだよね、多分ね。どっちだろうまあネットに載ってるはずだけど、から端っこマニアの方は赤峰駅に来るといいのかな。赤合ってるよね。あの場合怖いさ、超怖な。電やめて、石油だっけか、大泉洋と、あとなんだっけあの人、近藤春菜じゃなくて、なんとか春菜、川なんとか春菜のコマーシャルね、やり取りの、あのやり取りがさ、あれってアドリブなのかな。
噛み合わない感じ、アドリブなのかもしれない。あの子は多分整形したよね。なんか前より顎がエラがエラ削りしたかもね。顔がちっちゃくなってて、キャベツ、お漬物がおかわり自由、ね、とんかつはさすがに違うか。とんかつもおかわり自由にすればいいのね。なんか鳥が鳴いてんのかな。そうでもなかった。私の耳鳴りかも私の耳鳴りかもしれない。耳鳴りだ。いや、ジャスツ牛が好きなんだ。牛好きって書いてある。鶴丸うどん行ったことないけど、なんだっけ、なんとか製丸なんだったっけ、丸亀製麺だったっけ。 どっちが美味しいかな。サムズと共有の時にはやや、ね、保安庁那覇航空基地。じゃあ、トミグスク市に入ります。で、こっから左でいいんだよね。中地方面、こっから左か。分かりづら。もう少しで私糸満に連れてかれよったね。わからないこの辺り。あとは、トミルスクの警察、トミシロポリスステーションって書いてあるから、トミシロ警察署なんだね。ここから入れるのかな。駐車場合ってる。これで駐車場間違ってからね、職員専用駐車場に入ったら、外来は左って書いてあるな。トミルスクの駐車場、あとはこの辺、来客用って書いてあるか。じゃあこの辺も OK だね。ああ、ここまでは新商社用だからこっちか。はい、ということで警察にお呼ばれです。よいしょ、いかがだったでしょうか。まあ、富城警察署まで来るのにこれぐらい時間かかります。参考になりましたでしょうか。参考になった方はグッドボタン、そうでもない方はまあそれなりに
チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。現場からは以上です。ありがとうございます。